はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして、ポコゲーマーガライラガイでございます。さあ、本日もモンハンダブルクロスやっていきたいと思います。今回はスーパー苦手なラージャンとなってございます。どうもかですね。スキルの方はこんな感じで、つけてございます。装備の方もネセと一式で、若干雷耐性が本来はマイナスなんですけども、これをなんとか5石で、弾ですね、こちらの方でカバーしている状態にはなってございます。というところで、ラージャンに関しては本当に動きが読めずにフルボッコされる可能性がめちゃくちゃ高いと思います。こっちかな、苦手なんですよね、ほんとラージャンは。まあ、まず第一に動きがトリッキーですよね。そしてあの一撃ですよね。もう秒殺も秒殺でとんでもないんで、こいつは。会いましたね。あー、いた。怖いよー、本当に。でも行くしかないんだ。行かなければ。ダメだな。いきなり食らっちゃってるよ、俺もう。ちょっと逃げます。怖い怖い。よし、あー、ここは突っ込んでいって、でもそうだ、ゲージがないんで、王騎人団をまあ当てられないと思っていかないと。今のもう本当はかわせるでしょ。まずい、どこで回復してんだよ俺。もう一本飲んじゃおう。あぶねえ。まずはかわして、ほんと今のはスキンさんを当てなきゃダメなとこですよね。本当に動きがこいつ読めね。よし、一応怒るんだよな、やっぱり。緊急回避じゃなく豪華鬼神山で来るべきだったかな。うー、タックルでこれかよ。せっかく満タンまで。よいしょー、ほぼ決死の覚悟で今行きました。なんか蹴りとかだけしか食らってないような気がするんですけど、体力ががっつり減るんですけど。
強いだな。逃げたか。恐ろしいほどたった5分で回復薬グレート7つ使ってるんですけど、これはまずい。動きが読めてないですね。これはまた動きが本当よくわかんないですよね。ガレオス邪魔なんですけど、よいしょ。ちょっと広いところというか、まあ広いんですけど、こう平らなところで戦いたいですね。できれば。かわして。あそこ本当はあれですよね。武士道回避で。かわさなきゃダメなんですよね。ここですね。ここを本当は当たりに行って後ろを回避で回避するっていうのが多分一番有効なんですよね。ガリオス、お前で頼む。ナイス。ガレオスでゲージを上げる男。なんか今ここか。よし、ナイス。おともちゃんのセットは使わせていただこう。うおひでえ。こんなんだったら最初から攻撃しときゃよかった。わざわざこれに頼ったら、罠に頼ったら痛い目見ましたね。どうした。ポイントが悪すぎる。ここでかわしてこのまんま、よし。あら、ダメだよ。はい、あー全然手数を当てれてないな今のところ。
食らってんのはこっちの攻撃、相手の攻撃だけだな。はい、ここはよいしょ、ここもかわして、ほんと当たんねえな。ビビってる、自分でビビってるのが分かる。自分でビビってるのがものすごく分かる動きでしたね今のは。やっぱ怖いですもんねラージャン。ペイントボール当てとくか。うん、やっぱりビビってますね自分。こういうのもなんですけど、今のところこいつがこの何ですかね、この攻撃というか雷を吐く攻撃だけしてくれてるんで助かってますけど、さあこっからがまた本番だな。もうずっと雷だけ入っとれ。この段差がやっぱり邪魔ですね。変ね、あの蹴りだけで。よし、移動したか。回復ブレードがワンスタック、飛躍が3つ。ひどい。
15分しか経ってねえのに。今投げだな。もうわけわかんねえなこいつ。落とし穴セットするか。うっそー、あの長い距離を歩く。3回と、あ、今のは当てていって武士道回避しないとダメなんですね。これですね。はいはい、よそ、やっぱり当たるよな。やっぱり当たるよなって。当たるって分かってるやったら避けろって言ってたんだよな。ちょっとお、落とし穴、落とし穴、怒ってるから使えるか。あ、落ちた。え、そんな落ち方あんの。すごい攻撃だなこれ。
これはまずいか。もう一発落としてしまおう。来い。こっちに戦わないで、こっち来て。やっぱり落ちたのはいいんだけど、こいつら邪魔だよ。逃げたか。もう飛躍がどんだけ飛躍使ってんだよってことだな。これきえ怖え。何もこのタイミングか分かんないですよね。今みたいにダメージ無駄に食らうんですよね。そろそろ弱ってくれよお前。爆弾か。超危ない。なんだ今の攻撃は。水面垂直飛びしやがったとこ行って、あーやばい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 。逃げようとしたけど無理だった。ダメだ、ラージャンに背を向けてもダメだ。あーほんと悔しい。いっぱいある、持っていこう。ホットドリンク、南風の風で使えばいいかな。あーちょっとショックでかいな今のは。なんかせっかく頑張ってきたのに負けちゃったみたいな感じだよな。まあでもラージャンだったら仕方がないかな。しかも移動しやがったし、くっそこっちかよ。当たれよ。せめてこれぐらい当たってくれ。緊急退避。グレートガム飲みしてやる。こうなったら一発も当てれずに緊急退避とはな、情けない。
ーもうなんだよこれ。投げたのとペイントボールが当たらないことにちょっとイラついてます。ボコボコにされながらも逃げやすい。30分経ってるんですけどこんなの動画に上げちゃっていいのかな。ナイス。ああ足引きずった もう捕獲しかしねえ。こんなの討伐なんか絶対できねえ。もうひどすぎる。戦いとしてはもう最低な戦いですね。余裕もへったくれもないっていう。よーし、なんとか勝ちました。もう最後途中気持ちが切れて完全に喋ることすらしなくなりましたけどね、一瞬。
まあまあいいよ、勝てばいいよ。クールにアシストさって、クールにアシストされてもな。まあやっぱり苦手から逃げてたらこんな状況になりますよね。はい、全く大したものがもらえてないという状況ですね。ああ、ハンターランク270が泣いてますよこれ。まあまあ270っても中身の問題ですからね。どちらかというと武器を作るのにどん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 何回も何回も同じやつを言ってたんで、それが高じての270なんで。はい、気を取り直して次行きましょう。次は、こいつですね。どうもかのラギアクロス行きましょう。1回だけ武器作りの時に行ったんですけど、まあ、完全ラージャンよりもひどい状態のフルボッコ状態になりましたけど、次回はこれで行きたいかなと思いますんで、まあ、ほんと下手っぴな動画ですけども、よかったらまた見てやってください。はい、ということで、今回はこれで終わりになります。それではバイバイ。